映画監督、アベル・ガンスト、アルテュール・オネゲルは、スイスとフランスの二重国籍を持ち、主に、フランスで活躍した作曲家である。フランス六人組のメンバーの一人。1892年の3月12日に、スイス人の両親のもと、ルアーブルに生まれる。本来、オスカル・アルテュール・オネゲルという名前であったが、オスカルの部分は使われることはなかった。父、 アルトゥール・オネゲル・ユルリックは、コーヒーの輸入商社の支配人を務めていた人物で、母と同じく音楽の愛好家でもあった。音楽好きで、ピアノも得意だった母、ジュリー・ユルリックから、音楽の手ほどきを受け、最初バイオリンを習うが、作曲の試みが、この最初の頃から行われていたとオネゲル自身が、語っている。また、1904年頃には、チア、 小説の創作を試みたりしている。1905年、教会のオルガニストを経て、ソートルイユに、家政法と、大法の音楽理論の手ほどきを受けた。チューリヒヒトーンハレ管弦楽団の創設者で、チューリッヒ音楽院の委員長でもあったフリードリヒヘーガーに勧められ、作曲家を志す。1910年に、故郷のルアーブルで、最初の作品である。 ピアノのための3つの商品が出版される。1911年パリ音楽院に入学。ダリウス・ミオーは同窓生で以後生涯にわたって特別の親友となる。第一次世界大戦の際はスイス軍に従軍し、一次国境警備などにもつくが間もなくパリに戻り、以降生涯のほとんどをパリで暮らした。1913年に 生涯の伴侶となる妻アンドレ・ボラブールと出会い、数年後に結婚した。フランス近代の作曲家と考えられるようになったのは、こうした経歴と国党のグループに属し、フランス6人組という形で世に出たことも影響している。しかし自身はプロテスタントで、チューリッヒに席を持ち続け、ドイツ語圏のワーグナーなどに強い共感を持っていた。この点で、 ハンアーグナーを標榜していた6人組の他のメンバーとは一定の距離を持っていた。1921年に発表したタビデオによって6人組ではなく独立した作曲家として高い評価を受け、1925年にパリで空ツ美月によって初演された公共的談笑第1番パシフィック231が大評版となり、一躍時代の長寿となった。 1934年から1935年にかけてイダル・ビンシュタインを想定し、ポール・クローデルの協力で生み出された劇的オラトリを家計大表のジャンヌ・ダルクが作曲、完成され、初演は熱狂的な大成功を収める。1945年以降は、あらゆる領域で新たな地平を発見する目的で、ドイツ、ベルギー、イギリス、オランダ、ポーランド、 チェコスロバキア、イタリア、スペイン、ギリシャなどヨーロッパの主要な国へ旅行する。1947年夏にアメリカへ自作の式と講演を行うために来訪していたがニューヨークで狂心症を患って倒れ、少しずつではあったが4ヶ月後に回復した。回復後もこの疾患はオンネゲルの体に大きな打撃を与え、帰国後はドイツやスイスに転地して療養し、 治療の一環として食事療法を行った。この過酷な時期に作曲した最後の作品はクリスマスカンタータである。1955年11月27日、パリのモンマルトルの自宅で医師の来診を待っていた。オネゲルはベッドから起き上がろうとした途端、妻の腕の中で意識を失い、そのまま帰らぬ人となり、63年の生涯を閉じた。死因は、 決戦症であった。遺体は、モンマルトルの古い教会の近くにある、サンピエール小墓地に埋葬された。二十スイスフランサツに描かれた、オネゲルの肖像をオネゲル聖誕100周年を記念した、切手、ダビデ王の他にも、家系大将のジャンヌ・ダルクなど、聖書や歴史上の人物を主題とした、劇場作品や声楽入り作品を数多く残した、他、前後曲の公共曲、 室内楽から映画音楽まで幅広く作品を残している。映画音楽でも1927年の長編無声映画ナポレオンの音楽や歌方の恋魔の山など50以上の映画に音楽を作曲しており、無声映画時代からトーキーまで長いキャリアを誇る。著書に私は作曲家であるがある。その中でオネゲルは作曲家という仕事の報われなさや、 音楽の将来への悲観的意見を西欧文明の未来への悲観と重ね合わせて語っている。なお、スイスではオネゲルは一般にスイス人として認知されている。母語はフランス語とスイスドイツ語であった。またその肖像は1996年10月から発行されている現行の第8次のスイスフランシェ兵の20フランシェ兵に描かれている。 1929年から1947年にかけてデッカレコードを含む複数のレーベルに自作の10作品を SP 録音を行っている。パシフィック231やラグビー、公共曲第3番、テンレーフを指揮して残している。また歌曲集も録音しており、オネゲルはピアノの伴奏を担当している。ありがとうございます。